マツダ CX-4 は、マツダが製造、販売するクロスオーバー SUV である。一気バジたちを介しての中国市場専売車種。2016年6月、中国で発売。中国国内において、CX-7 の後継車種として販売される。2015年のフランクフルトモーターショーで、初公開されたコンセプトカー、コシを、市販化したもの。 コンセプトは、ヤングライフスタイルエリートをターゲットにした、エクスプローリングクーペ。CX-5 のプラットフォームをベースにしつつ、全高を 180mm、ボンネット高さを 70mm 下げ、前輪のサスペンションやリア部分のフロア、燃料タンクを新設計し、車高を下げつつ、操縦安定性や衝突安全性を保った。中国市場における他の松田車同様、 全車スカイアクティブ G のみの設定で、スカイアクティブ D の設定はない。これは、中国における軽油の品質問題から、ディーゼルエンジンを投入できないためだという。エビー・マツダ、北京モーターショーで、新型クロスオーバー SUV、CX-4 を初公開、クロスオーバーコンセプト、マズダー・コシコエル。マツダ、2018年3月10日ズラン。ABC、マツダ、 異例の中国専売車 CX-4 開拓者の役割を担う日刊工業新聞2018年3月10日閲覧松田フランクフルトモーターショーで松田ダコ,コエルを初公開松田北京モーターショーで新型クロスオーバー SUVCX-4 を初公開 CX-4 が2017中国カーデザインオブザイヤーを初受賞 ありがとうございます。